の苦しみしてます。そういった思いをいかに突きつけられるか、これが問われているんです。2枠あります。1枠は自民党かもしれません。でももう1枠は緊張感を持たせるためにも絶対に絶対に私山崎を選んでいただきたい。そして私は地方のための政治します。15年間地方議員で地道なことやってまいりました。永田町に行って思ったのは、やっぱり地方が良くなんなければ日本全体良くなんないってことです。東京が栄えて人口増えて富が集中しても、そのおこぼれを地方がっていう時代はもう30年前に終わってんですね。だから地方が力をつけなければいけない。でもそのためにはいろんな課題が地方にはあります。例えば人口流出です。ここ浜松だって若い方々を中心に東京や海外に行ってしまっている。やっぱりこれを踏みとどまらせないと地方の自立は叶いません。じゃあなんで今行っちゃってるのか。それは残念ながらこの魅力のある産業がないとか働き場がないっていう回答が一番多いんです。だったらですね、これからはクリエイティブな産業、これもっともっと本県でも浜松市でも作っていきましょうよと。でもその場合には大切なのがデジタルをしっかりと扱えるような人材を作ることです。今政府ももちろんやってるんですけども、やっぱりこれ中央の論理でございまして、なかなか大手上場企業ぐらいしか扱えないようなそんな案件です。でも足元見てください。地方の経営者もデジタル人材の大切さは知ってます。知ってますが扱い方がまだいまいち分かってないんです。評価の仕方が分かってないんです。だから適切な報酬を支払えていないってケースがあります。そうするとデジタル人材側からすれば、俺はこんな頑張ってんのにこの程度の給料かってことで辞めちゃうんですよ。それが東京行ったり世界に行っちゃってるんです。だから私はこの都道府県に一つ、政令市にも一つデジタル能力開発センターってものを作って、ここに学ぶ人間はもちろんのこと、こう地方の経営者もそこに入ってもらって、そして行政も入ってもらって、できれば金融機関にも入ってもらって一緒に参画していく。そしてその学びを終えた頃には地方の経営者も扱い方分かってますから、こう地方の企業に即戦力として使うことができるんですよ。そうするとデジタル人材が定着して、今まで思ってもみなかったイノベーションが起こることもありえます。だからそのようにして地方にこの人口を定着させる、逃がさない、そういった政策を私はやっていきたい。そしてもう一つ、既存の産業ももちろん大切です。特に私はこの南の方に住んでいますけれども、周りにいっぱい自動車関係の町工場が広がっています。これが原風景です。この産業を絶対守んなきゃいけない。でも守るだけじゃなくて、今カーボンニュートラルの荒波が来てますから、そこに対応できるように最大限の支援をしてあげなきゃいけない。ところが今の政府のその支援の仕方は点でなっていません。予算も足りません。例えば電気自動車、政府は作れ作れって言います。ところが電気自動車を走らせるには電気が必要です。そしてそのためには充電スタンドが必要です。でも国内にその充電スタンドどれぐらいあると思いますか。まだ1万5000機しかないんです。伊藤和子さんの森町は1台もないって聞きました。2030年までに政府はでも15万機に増やしますと、10倍にしますって私議会で答弁引き出しました。でもですね、同じ時期にヨーロッパは250万機にするって言ってんです。桁が違いますよね。だからこれ何が起きるかっていうと、ヨーロッパでは電気自動車を運転しても快適にドライブできる状況があります。日本はどっかで止まってしまう可能性があります。そうするとなんだ不便じゃないかと、だったらガソリン車でいいやって。でも世界では EV がどんどん売れてるんです。そんなことしたら産業が廃れていくんです。だからこれは民間に EV を作らせるんだったら、充電スタンドはインフラとして国がやんなきゃダメです。そこにもっともっと予算つけなければ。そして産業が移行していく際にはやっぱりお金かかります。人材教育だとか、それから設備投資だとか。だからこういったところはたくさんお金かかるけれども、そこに対する減価償却費をそれ以上に認めてあげて、それで会社の懐が痛まないようにですね、支援を差し上げれば皆さんもっともっと投資しますよ。でそして投資が成功すれば
収益が上がります。収益が上がればそれによって給料が増えていきます。物価が多少上がっても着実に給料が上がっていく、そんな未来を描くことができればやっぱりこの業界に人戻ってくるんですよ。働こうってなります。そして税金を納めていただくこともできます。そうすると医療や福祉や年金や子育てやこういったところにそのお金を使うことができるんですよ。地方の産業を、地方の人材をしっかりととどめさせることによって日本が良くなっていく、この順番です。東京時代から静岡時代へ、これ昨年の県知事選挙の時から私が考えたコピーですが言い続けてきました。今本当に国会に行ってそのことを感じています。だからこれやらせてください。地方から日本を元気にする、そのことについて私は誰にも負けません。本気が違います。いよいよ明日から後半戦です。まだまだ厳しい。しかし今日の報道で猛追している、そういう記事が出ました。昨年も出ました。そこから逆転できました。だから皆さんもっともっとパワーをください。私は負けません、ひるみません、絶対に勝つ、その気持ちで残りの後半戦戦い抜きたいと思いますので、皆さん一緒に戦ってください。そのことをお願い申し上げまして、地元浜松での演説に変えます。最後まで頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。山崎慎之介に